BL プリンセス。BL プリンセス。プリンセスは、イギリスの自動車メーカーブリティッシュレーランドが1975年から1984年まで生産した中型乗用車である。当初は、オースティン・モーリス18、22、オースティン・モーリス18、22及びウーズレー、ウーズレーという名称であった。1964年以来作られていた。 アレックイシモニス設計の前輪駆動車、オースチン、モーリス1800、2200及びウーズレー6の後継車種として登場したが、好みの分かれるスタイルに加え、デビューがイギリス自動車産業の体長期と重なり品質、低下に悩まされたため、2度にわたる名称変更や5度赤を含む大規模なマイナーチェンジを行ったものの、結局、満足な販売実績を収めることができなかった。 開発コードネームは a d 7 1であった。a d 1 7との最大の相違はそのスタイリングで、全長、全幅、全高、ホイールベースは、それぞれ 4445mm、1730mm、1409mm、2667mm 26、mm、である。これは、それぞれ 4200mm、1700mm、 1410mm、2700mm 14 27、mm、の a d 十1 7と比較すると長く低く幅広くなった上にホイールベースが短縮されており、陸上の下にランドクラブというニックネームが付けられていた a d 十1 7よりも通常の乗用車のプロポーションに近づいた。その意味ではより一般的な市場を狙ったはずであったが、オースチンアレグロやトライアンフ TR7-8 のデザインでも知られる。 ハリスマンのスタイルは、項が分かれる、個性的なウェジシェイプ、くさび型で、同様に賛否両論となり、英国ではザ、ザウェッジという、まるで、スーパーカーのようなニックネームが与えられた。ハリスマンは、当初から、ハッチバック5ドアでデザインしていたが、このクラスの車の購買層の反発を恐れた。経営陣は、トランク付きでの発売を決めた。アド十一が5ドアになるのは七年後。 より上級のローバー SD1 外5ドアで登場してから6年も、たった1982年にオースチンアンバサダーと再度解明された時であった。こうした経緯のためか、フロント部分とトランクテール部分のデザインは特にアンバランスで、別の人がお互い相談なしにデザインしたようだと告評された。エンジンやギアボックスは、あと17と共通、って、 同様に動力性能はマイルドであった。サスペンションはアレグロ同様、アド1 6 17の前後関連式、ハイドロラスティックサスペンションを改良たサスペンションが用いられ、目標としたシトロ NCX 並みの乗り心地はほぼ達成されたと評された。1975年当時でもまだこのクラスでは主流になっていなかったエンジン横置きの前輪駆動。 レアウトと良いシートによる良好な居住性もあって、快適性がアド71の最大のセールスポイントとなっていた。プリンセスの販売は当初こそ好調であったが、当時の BL 製品に共通する品質低下から次第に人気が下降、1979年の第二次石油危機以降、中型車の人気が低下したこともあって、不人気車となり、 大規模なマイナーチェンジ前の1981年までの生産台数は224,942万台に止まった。日本では正規輸入、販売はされていない。1975年3月26日に発表された時点では、仙台のアド1 7同様に、オースチン・モーリス・ウーズレイの各ブランドネームが与えられ、ヘッドライトがオースチンは、 企業格型ヘッドライト、モーリスとウーズレイは丸型4等式、さらにウーズレイは専用グリルとベロアバりの内装を持っていた。エンジンは、あと17のものを継承し、オフ4気筒 1798cc の B シリーズとサイチェシー6気筒 2226cc の E シリーズが選択可能で、いずれにも4速マニュアル、または3速オートマチックが選択できた。 グレードは18 1800、1800HL 22、2200HL があったが、ウーズレーは 2200cc のモノグレードであった。デビューわずか6ヶ月後、オースチン・モーリス・ウーズレーの区別は廃止され、このシリーズは単にプリンセスと呼ばれることになった。プリンセスという名称はオースチンが1947年から1956年まで、 そしてバンデンプラが引き続き1968年まで生産した大型乗用車にちなんだものである。この社名変更によって1905年以来のウーズレイブランドは消滅し、旧ウーズレイに準じた内装を持つ 2200HLS が追加された。外装は2200が旧オースチンの異業格型ヘッドライト、1800が旧 モーリスの丸型4等式を持つフロントグリルを継承した。1978年7月にはマイナーチェンジを受け、プリンセス2と呼ばれることとなった。最大の変更点は4気筒モデルのエンジンが新しい O シリーズサイチェシー 1695cc と 1993cc の2本立てに変更されたことでった。 プリンセスには1981年11月まで生産され、グレードは1700リットル HL、HLS、2000HL、HLS、2200HL、HLS があった。なお、オーストラリアとニュージーランドでは1975年以降もオースチンブランドを用い、オースチンプリンセスとしてノックダウン生産されていた。 プリンセスは1982年モデルとして、オースチンアンバサダーとして、大規模なマイナーチェンジを受けて、再登場した。4枚のドアを除く、ボディ外反は一新され、テールゲートが与えられた。デザイン的には、サイドウィンドウが6ライト化され、車体前後のデザインのアンバランスも改良された。しかし今度は、同じ車内のローバー SD1 の2300。 2600cc モデルと競合するようになり、イギリス国内専用車種として2年間だけ生産されて、1984年に消滅した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。